し。ほーな、始めてきますか。たらら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 
動を進めていきたいと思います。あ、音量小さいんで上げます。はい、いやーけどなんかもうここまで来た感あるよね。レベル的にもなんか、やっと、なんか最後が見えてきた感じがしますね。よし。では今日も頑張っていきましょい。わこ。ふいふいわこわこ。下だ下。下じゃあ。オーマイホーリーシット、ちょっと待ってね。今が今がどこだ。どこまで行ったっけ。ほうほうほう。ここやな。道は間違ってないはず。あの謎のゴーレムみたいなやつがいっぱい出てくるところらへんやろこれ。とりあえず浄化はもうしたから、あとは走り回るだけなんですけど。よしピコさん、へいへい。へいへい。よしピーどうも。よしピコさん、もうそろそろクリアかな。今日でいけるかなってとこだね。いければいいねって感じ。あれ、ここってなんもないの。そんなカバナなんかなかったっけ。アンモナイトはなんもないとってことですか。ないんですか、なんも。うっさーん。なんかありそうやん、もう。ちょ、ボタン連打しちゃおうかな。ないみたいですね。ないです。ゴーレムちゃんも、お、なんか落ちてる。
鍵やん。何やこの超でっけえやつ。でかくね？失敗タッチさん、ワコ。はい、ワコ。ワンパンかよ。でかさの割に弱え。ヨシピコさん、でけえジャムだな。でけえジャムなだけだった、ほんとに。ゲッチョウウェイ。ズータイだけか。ズータイだけだったな。どんな時も。君の名を忘れない。Get away, さらに聞いた。それはジャムプロジェクト。心の弱さを知れ。失敗タッチさん、水属性最上級行きたいな。ウォーターレイ。なんか5分あった気がすんだよな。なんだなんだなんだ。大丈夫？まあいいか。あったよな。ん？ないか。まあええわ。あってもなくても死にはせんし。おお、懐かしい。てれれれれん。でー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 、曲が懐かしいわ。ダダダダダンダンダダダダダダ。はい、この真ん中のセーブデータと同じってことを大体察してください。場所がお察しなのです。夏川とちょちょ、何をやってんのお前。これすげえダメージ受けんだっけ？おお、懐かしい。犬じゃ犬じゃ。おい、お前の炎痛えからやめろ。おお、倒せるぐらいなってんじゃねえか。ほら、来いや。ケロちゃんよ。私は負けない。はい。おこと。ウォーターレイってこの前んとこの丸いとこにあったのか。お、この音は。これは、ありますね。ミュー装備がどっかにありますね。この奥じゃな。ヨシピコさん、匂いますね。匂いますね。ミク装備。ミク装備。おい！これ、切んないとね、解除できないんですよ。これ、マジクソ強いから見てごらん、はい。はい。はぁ、強い。これだけこう。でででででんでんでででででん。
いやー、けどここまで来んのもなんか、前やった時間を比べると随分と、おとなしくなったもんね。てか、早く生きるなったもんね、俺も。お前の炎、マジで。おい、犬どこ行った？真夏の夜の犬。真夏の夜の犬。ちょっと痛いんだって。痛いって言ってんだろ！ダブルアタック。ほいほい、お金取っちゃうよ。チョロロロロンロン。けどもう失敗だ。ここでしちゃったんだな。どっか隠し扉あったっけ。あ、どうだっけにゃー。あ、シミー、やっと今上がりましたか。インヌ、インヌワンパン。なんか隠し扉あったっけ。全然覚えてないわ。失敗タッチさん、大野気づかな。うん、まあ、使うしかねえわな。はい。もう今んとこなさそうやな。これ何戦これ、これボス。失敗タッチさん、黒騎士かな。あらった、おお、火力たっけえな。おお、さすがやな。おりゃ、やめろやめろ。おい、おお、超いって、回復剤切れた。まずいですよ。すげえ火力だな。驚くぐらい強えわ。ワンパンのダメージがいってえ。おお、死んだか。あ、使ったら移動すんのか。よしピコさん、なんだこいつ、やべえな。
どっか開いた？なんかこっち側からガチャンって聞こえたな。ロロロロロン。おー、やばいね。普通に強かったね。ここ下か？はい。ガチョン言うたのどこだ？ヨシピコさん、今の武器は三日月？あ、今？せやで。ほら、やっと手に入った。カッチいいよな。ヨシピコさん、やっぱ強いよね。そりゃなあ、切るスピードも速けりゃ光属性超ついてるし、強くないわけはない。迷いまいまいじゃん俺。迷いまいまいじゃん。ここを右、次左、もう日もさっちも行かなくて困る。寄り道ばかりしてたらいつの間にか。道どこじゃ。いや多いな、もう。すいません、一応許してください。地味に痛いんです、あなたの攻撃。あげる。このままいっちゃうと。さあ来たな。ほら。はい。おう。はい。お前なんかに負けへんぞもう。お、なんか落とした。これ何覚えんの？トランスファー。へえ。おうちでアスさん。ギャーイケメン。おお。帰ってきたら幹部だからわかるね。帰ってきたら幹部だからわかるね。どういうこと？何の話ですか？言ってんだよそれバカ。言ってんだよ。よし。また音鳴ってますね。僕君の匂い嗅ぎつけるだけは得意なんですよ。いやこれ落ちますね。うわ怖っ。ここか、うん、よーし。全てが揃った。おうちでアスさん、そりゃあ、まあ、敵対組織の頭の玉取ってこいってことやった。ヒャヒー失敗。タッチさん、アイアンマン。アイアンマン、このアイアンマン強い。アイアンマン。ヨシピコさん、あれ？クリスタルボーイかな？そんなことよりも、オナニーだ！
あれこれ終わっちゃう？入ったら。なんかこれ入ったら終わっちゃうだっけ？まあ、終わりにしてもいいか。失敗タッチさん、ファントムクイーン戦かな。ああ、はい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 。こう、つれーんだよな。失敗タッチさん、フラッシュとからく。フラッシュ！指が痛え。フラッシュ。いやーマジで痛いんですけど。まあ、切ったら死ぬやろ。失敗タッチさん、ウォーターレイだと運悪いと自分に向かってくる。ああ、もう使わないようにしよう。ほら死んだ。はい、勝ち。さあラス手前、これ置いちゃダメだよ、置いちゃダメだよ、これ置かねえからな。失敗タッチさん、勝ちはいいけどモブにやられそう。ちょ、回復剤がねえんだよな。ちょっと戻るか。これ落っこちたら怖いんだよな。まだやってないことたくさんあるんですけどね。何この剣。そんな剣あったっけ。魔法ワンパンだからな、こいつら。いやー、ほんと強くなったもんよ。最初の頃と比べたら天と地の差よ。で、帰り道どこ？あ、さすがに弾き返された。あれ？帰り道どこ？こいつら金美味しくな。もうラス手前なんよな。さっきの当たってないんですか？ほんまでっか。ワンワンオーアタックフラッシュ。犬邪魔。
いやー、俺まともに一人でここまで来たの初めてかもしれんな。いつも結構兄貴に助けてもらってたからな。なんかちょっと達成感あるね、もうここまで来てる時点で。失敗タッチさん、魔法陣とかそばにあった気がする。まあまあまあ、ここまで来ちゃったからあっちまで行くよ。ていうかこれの中に多分物あっと思うんだよ。なんかな、水の中かな。なんか隠し扉とかない？なんか物あった気がするんだけど俺。なんか変なとこに。なかったっけ？失敗タッチさん、気のせいではない。気のせいではないよな。確率にあると思うんじゃが。なんかがあった気がするんじゃが。お金しかねえぞ。なんかあった気がすんだよなぁ。おぉ、地図見たら。王の地図よ。ええけど、それっぽいのないですよ。ここじゃないな。よし。この間な。ここか。おー、なんもなさそうやな。ってことは下に落ちてるんじゃな。どこじゃい。失敗タッチさん、隣。あ、隣？ここじゃない？失敗タッチさん、地図で見えたじゃん。え、嘘？あっち？地図で見えた？マジ？あ、ほんとだ。さすが。あったーん。これ何？え？どれよ？これか。これね、最後の最後しか手に入んないのよね。あとはねえか。
失敗タッチさん、せめて無垢回復にしてくれ。ああ、それだったら最高だね。緑。ヤクの層がなくなっちゃったんで、ヤクの層を買いに。ヤクの層があれば何でも勝てる。はい、勝ったな。森翔さん、胸をや、暇だから4号機回してしょんばげーダメだよ、あともうちょっとで全クリなんですから。森翔先生どうも。あとちょっとでもうね、ラスボス手前なんですよ、私は。ここまでやりきりましたよ、私は。久々に一つのタイトルをクリアするまでやりましたよ。テンション上がるなぁ。まるでテーマパークに来た気分だぜ。ということでどうも。てかプレステ2のゲームもここまで久々になんか熱くやってる気がする。マキナさん、胸を異世界転生編最終章。森翔さん、そういや今日見たのが全クリ直前でやる気なくなるのが日本人独特の話らしい。え、そうな、俺もそれあるわ。あー、なんか終わっちゃうのかと思うといきなり手離し始めていきなり触んなくなる。あるある話ですね。あるある。皆さんないんですか？マキナさん、終わらしたくないんよな。ああ、まあそんな感じかな。森翔さん、なんかその状態にえらい名前ついてた。そうなん。僕ここで落ちて死んだ時あります。あ、どうにかなんだろう。ラスボス行こうぜ。マキナさん、飛べば落ちる。飛べば落ちる、そりゃそうだな。いやーけど早くね。俺前来たやつ30時間ぐらいかかってますけど、17時間できてる。結構早いよ。ペースは最高潮レベルですね、僕の中では。失敗タッチさん、ラスボス行こうぜ。そして骨湯のところで落ちる。マキナさん、もうやめろや。に落とされたイカロスのごとく。森翔さん、あと部署変わって毎日残業でスロ回す気が起きない。悲しい。いや、仕事忙しいんすね。まあ体疲れてるとさすがにちょっとやる気起きないっすよね。まあ致し方ないんでも。おい、臭いね。
目の前じゃねえか。仕事忙しいのはもうどうしようもないよね。マキナさん、フロム御用達、犬。犬。フリスビーを2連続で当てる男。フリスビーアタック。やったぜ。森翔さん、なぜか現場の図面とか見てる。何もわかんねえんだけど。いいのかそれで。現場の図面。失敗タッチさん、血落ちなかったか。落ちないぞ。森翔さん、謎だよな。いや、本当に謎。もう追いちゃダメな。でもわかんねえ。わら。けた。うん。置いちゃダメなんだよな。はい、開ける。マキナさん、鼻隠しってどれやねんが日常。森翔さん、何このウソキャッチャーの逆バージョン。エンド。なわけあるがこっからはそうする。さあ着きました。そしてこの曲でございますよ。この曲でございますよ。ほら、最初のタイトル画面の曲が流れ始めるんですね。たまらねえ。テンション上がってきた。そう、ここのモブめちゃめちゃ痛えんだよ。マキナさん、たまらねえぜ。森翔さん、これは列界王も異世界王になる予感。復活。モブが痛えんだマジで。モブバカにしたらマジあかんぜ。これから生えてくるから。まあ12分にレベルはあるから一気に対峙しなきゃどうにかなりそう。レッツブネオ。こういうのはごめんなさいんですよ。レッツマンボウ、胸を。レッツマンボウ、マンボウ。おら。わびし起こせ、おら。こいつのダメージ、マジで痛いから。こんな雑みたいな顔してっけど。マジで痛いから。顔出せ。さあ負けへんぞ。こっち向けよら。マキナさんってここなんやねん。ここ下だよ、下。結構真面目にこいつら痛いねんな。よし。
あぶねえ。おら。あぶねあぶね。もう減ってきちゃったねー。てんでんてんでんてんでん。こう迷うねんな。迷うんだよマップが。いやーけど4はやっぱり比較的キングスシリーズの中で一番入りやすいと思う。触りやすいゲーム性してる。あ、2とか3から始める人たち結構苦痛だと思うもんな、このゲーム。マキナさん、ウツボみたいな変態しやがって。ああ、そいつね。迷ってる、もしかして。やだね、やだね。どっちがどっちや。これを言って左右、左右か。わかったぞ。左の左の右ね。左の。マキナさん、無限湧き？無限湧きだよ。しかももうこっから地上に帰らないから、どちらにせよ行く意味はないんだ。あれ？右の左だっけ？頭がぐるぐるなってますわ。頭の子がぐるぐるしている。あ、そっちか。あ、こっちだよな。あれ？ちゃう。え？どうなってんだ道。迷いまいまいすんのやめてください。お腹が鳴ったら帰ろう、一緒にお家に帰ろう。待てー。よし。いや、 MP なくなんな。
よし。あ、こちら合ってる。合ってんな。そしたらこれは右だ。で、ちゃう。ここもいいか。こっちや。おお、いて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 。やっほー、長いよねー。おい、馬族さん、どうも。って言ったらもう、そろそろ終わりですよ。長いけど。馬族さん、今週末、セコマのあるとこに旅行行きます。お。どっちだ？関東圏なのか、それとも。馬族さん、北です。すみません。わら。北海道。馬族さん、仕事でね。お忙しそうですね。それは空の容器使っても何も起きねえわ。痛えんだよな、ワンダメが。さあ、俺や。何回出てくんねん、もうめんどくさいな。ああ、前進めねえよ。次。さあ、どっちでもいいのか。いて、いて、いて、いて。やべえ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 。よし。おりゃ。マキナさん、地形に殺されそう。そう、ここ無限脇だからね。ミスター地形師はよくあるよ。待て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 、一瞬眠気で死んでた。会社ついてな。
decision. Huh? ちっぱいタッチさん、知ってた。あいつの火力強いのは分かってたけど、ここまで強いか。さん、溶けた、わらわら。すげえ眠かったかな。最近睡眠時間俺2時間だからな、1日。めちゃくそ眠いんだよ。なんか食い物でも食いながらやってれば、目も覚めるだろう。馬賊さん、睡眠の重要性、40になるとしんどくなるから寝とけ。了解。馬賊さん、せめて4時間半跳ねて。ああ。そのぐらい寝たいね。マキナさん、無機質な犬が胸を襲う。犬。なんか YouTube ライブ化が切られたって書いてあるんだけど、どうした？今こっちも重かったが何があった笑。いや、びっくりしたわ。うん、おかしくったら目起きた。ああ。これではさすがに
ここら辺の暗いそうやな。意外と距離短いのね、これ。あ、思ってるよりも強そうじゃない。あれ、あ、ダメージ当たってるわ。いやー、けどライトニードルかな。次は。左か。いや、弾のスピード考えたらウィンドカッター最強だな。で、逃げな。よし。まあ、何だったんだろう、さっきの重かったの。PC が重くなったんかな。いやー、勝てえな、マジで。レベル完走してれば楽なんかな。もうめんどくさいから、もうここまで来たらこれ使っちゃうか。体力上がった。マジで勝てえ。配信は切れてないだろ、今。大丈夫でしょ。やだ、つやついた。でん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 でるるでん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 。マキナさん、ニコは大丈夫。オッケー。これ走り抜けた記憶あんな、これ。なんか、なんかシールドかなんか破壊しなきゃダメなんだっけ。
やばい、死ぬってそれ。大事やな、なんか切ってれば終わんだっけ。覚えてないわ。おお、危ない危ない。うわ、それ落ちる。危ねえ。ほら、覚えてねえわ。引っかかるな。終わった。ディアブロじゃねえんだから。久々に見たな、エンディング。マキナさん、次の第2第3のムネオが生まれてくるのか。いや、もう何度でも、もうこの先思うんだけど、この続き作れると思うんだけどな。サンキュームーンライトソード。ってことで、キングスフィールド4、これで終わりです。いかがでしたでしょうか。
俺は今回メインストーリーだけやれればいいかなと思ってたんで、ちょっと待っててください。あのキングス3取ってきます。だけど面白かったな。面白かったよ。久々にゲームに熱くなった感ある。やっぱキングス神ゲーやな。トゥルルルン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 。問題はこのキングス3動くかなって感じ。ちょっと読み込ませてみる。動くかな？もしかして読み込まねえんじゃないかな？おー、これ読み込まないっぽいな。大丈夫か？キング3読み込まず。さてや、てめえ、えらってんな。ディスクが汚れてんだよな。さすがに動かんか。ルルルルン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 。本体はあれど動かなきゃ意味がない。ということでございましてよ。お？動いた？うわ、懐かしい。よいしょ。吹いたら動いた。
このデモムービーマジ久々に見るわ。うわ、懐かしい。ぬいぬい、1996年、わらわら。いや、そのぐらいよ。えへ、ワクワク。あれ？ほう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 曲が懐かしいわ。うわ、懐かしい、この世界。おお、フレームレート出ねえな。おお、久々この動き。おお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 
おー、懐かしい。そう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 、こんなゲームだったね、3は。でもう最初の剣リーチ短すぎんだよ。おー、いてえ。自分とやりやすいゲームになったもんだなぁ、4は。これやると感じるわ。すげえやりやすい。4。よし、約束。超重いな。フレームレートがやばい。マジで重いこのゲーム、3。マップ広すぎんだよ。もうちょいレベル上げないとちょっとつらいよな。おお、懐かしい、この装備システム。重っ。死んでいる。あ、こっちは行き道か。先に城の中見ないと。この頃は樽の中は窓を押せば物が拾える。なんか懐かしいなぁ。これは酔うかもな。豆腐男爵さん、これがプレステにクオリティか。ブスみたいに見える。豆腐男爵さん、これはもう。さん、たる職人に謝って。これ3だから、初代プレステ。プレステ2の方の方が今、エンディング見終わって。じゃあ4終わったから3やるか、みたいな。樽職人に謝って。やべえ、俺これ吐くかもしんねえ。豆腐男爵さん、なるほどな。わら、俺の目は正しかった。せやな。これ俺やってたら吐く、多分。今昔よくこれやれたな、俺。最高に今気持ち悪い。
尺さん、配信越しに見てる分全然平気やな。あー、そういうことね。すげえ気持ち悪い。フレームレートがやばい。豆腐男爵さん、差があるの見比べると量らしいで、4から3に変えたからちゃう。あー、まあそうかもしれん。今まで30フレームレートは出てたもんが今出てないわけだからな。こいつ骸骨出てくる。これあれ、ここじゃない、一つ奥か。ここね、開くんだよ。最初頃の超強敵よ。これが倒せて一人前よ。ヒルミすらしねえ。目の前から戦ったらワンパネしてる。あー、やっぱかー。くー、むずいなー。男爵さん、もっさりやけどいい出来のゲームやな。あー、そう、ちょっとシビアな感じがね、いいよ。あ、で死ぬとこ全部なくなるんで、もの、あの、まだ1からスタートです。頑張りましょう。おい、とりあえずさっきと同じで雑魚敵倒して3、4レベルまで上げて、セーブするべきだったな。部屋の物処分しておくね。やめろ。キングさん面白いよ。まあちょっと慣れるまでが問題だけど、ゲームさえ分かっちゃえば面白いんだ。いや、3はね、マップが広すぎるんだよ。いかんせんマップが広すぎる。こんなマップ広くしたからこんな重くなっちゃったんやぞ。多分ね、ちょっと前に負け戻して4を見たらね、あのグラも良くなってるし、ゲームシステムも超やりやすくなってんのが分かると思う。豆腐男爵さん、パックンフラワーみたいやな。あ、最初の敵ね。これ4にも出てくるよ。2にもいたかな。1にもいたか。1はいねえんじゃないか。2からいるか。とりあえず左上の赤いゲージがたまんないと攻撃が火力が出ないので、とりあえずこの赤いやつが上がってくれないと火力が出ません。ほら、これ物がない方向を見るとフレームレートが上がる。ルブ上がるとゲージも上がりはよなるん。そうだね、本当に微妙だけど、まあ最終的にはめちゃめちゃ関係してくるけど、最初の武器は軽いからメーター上がりがいいんだけど、重い武器を持つと遅くなったりとかはある。まあ攻撃力が高い武器持てば持つほど大体遅くなるって話よ。
あとはリーチが長いやつとか。これ本当に最低限のリーチしかないから。豆腐男爵さん、ほほう、ええやん、おもろそう。のいちさん、誰が髪の毛ないから早いって。って言ってねえよ。まあ面白いよ。トントンおじさん。のいちさん、抵抗ないからスルスル動くよ。メンデルメンデルパッパーギーちゃん。まあ、ゲーム自体は面白いよ、本当に。あの、キングスシリーズ、あの、あれだよ、アーマーのコアとか作ってる、フロモが作ってる作品だから、多分人は選ぶと思うけどね。あの、分かったら面白いよ。うわ、このフレームレートやべえ。吐く。豆腐男爵さん、へえ、これは知らんかったけど、アーマードコアはやってた。AC はやってた。のいちさん、友達料取られた。いや、払ってない。こっちからは開かない。とりあえずまだちょっとね、レベル上げないとこれは死んでしまうので。で、全然足りないこと分かったから。アーマルコア。アーマルコアは、俺は初めて入ったのはマストオブアリーナから。アーマルコアどっから入った？初代プロジェクトファンタズマ、マスターオブアリーナ。まあ大体その3つからだよね、初代から入った人たちは。それしかないもんな。だったらったん。ロングソウル。男爵さん、25年くらい前やから多分初代。ああ、じゃあ初代だね。スミカとか出てないっしょ。スミカいたら、プロジェクトファンタズマ。ロングソウルまではまだちょっと先が長いな。ラストのラストに死神部隊が胸オタクに向かいました。くさ。初代ってラストなんだ？ラインボール？ラインボールが出てきたのはマスオバリナか。マスオブアリーナがララニールセンだ。ララニールセン。レイウンズネスト。
破壊、そして秩序を、なんとかするもの、みたいなやつ。確かそんな話だった気がする。確か自宅っていうか、その自宅に帰ればセーブポイントがあった気がする。行く前にその脇のパクろうぜ。なんかパクれるやつなかったっけ裏に。あ、ねえよ。新たに転生する日が。あ、宿屋か。宿屋の脇にね、セーブポイントあんだ。多分。おい、宿屋。お前のところで寝はしないけど、セーブポイントだけ貸してくれ。寝ないけどな。この井戸入ると死にます。はい。のいちさん、お姉ちゃんだけ貸してくれ。お姉ちゃんだけ？ねえ、ちゃんと商用する？なかったっけ、セーブポイント。あ、ねえわ。じゃあ、あのダンジョンの奥だ。うう、吐きそう。え、見てて大丈夫マジで。半端じゃなくもう今気持ち悪いけど。フレームレートが不安定すぎる。豆腐男爵さん、俺は全然平気やな。無理せんでいいんやで。マジか。いや、やりてえんだよ。こっち行って帰ってくればいいか。鍵がない、鍵がない、鍵がない。つまりはいけないってことです。そうだ、鍵ないといけないんだっけ。トーク男爵さん、マッピング的なもんないのか。難易度高いな。マッピング系は初版はないですね。まあなんかそこら辺は時期になれますよ。頭にダンジョンを描いたきゃいいんすよ。外出ちゃった時はちょっと辛いけど、外じゃなくてダンジョン系統だったら意外と頭に残りますよ、やってると。
まあ、最大 HP いくつ ?71。いや、まだ一撃だな、多分これ。俺死ぬな、ワンパンで。ちょ、もうちょい。増やさないと。あと、そこの川なんですけど、あの、落ちるとワンパンで死にます。死ぬか死なないかの瀬戸際を楽しむゲームなんで、最初の頃は。あと、このゲームよくクラッシュするからセーブしたいんですよね。俺このゲームのクラッシュも何回も見てきました。絶対に嫌。このゲームのね、マジでクラッシュめっちゃ発生するからな。3はマジでクラッシュの大御所やから。原因不明のクラッシュ。のいちさん、今は懐かしきお渡しき。お渡しき、そう。まあ、今でもあるゲームありますけどね。ちょ、もう倒せる自信がないんで、倒しません。隠し扉やんのは後で。あそこの鍵を取りに行きます。ここの奥にあります。あいつらが余裕になるところぐらいまでは踏ん張りたいですね。ファイアボール欲しいんだよな。だからファイアボールだっけ？3ってファイアボールだった気がする。最初に覚える魔法。ほら落ちた。よし。ルル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 で。で、最初の頃こいつらに近づいて死ぬんですよ。こいつは毒持ってるんで。お。ほらー、ちょ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 、ここずっと食らうやんけ、バカお前。あ、毒。あの引っかかり方はマジで良くないやば。おお、久々だと当たんねえもんだな。死ぬ死ぬ。なんでここで当たんだよ。毒消しをくれ。最初から竜神の実が出るなんて。1ゴールドって地獄の発想を引いたな。おっとっとっと、あー、そこかが。よーし。
OK! じゃあ魔法を覚えていきますか。ここ、運ゲーです。お、新しい敵が出てきた。めんどくさいから相手しません。俺は運ゲーをすりにしに来たんだ、運ゲーを。ほら！即拾え！即拾え！よし、オッケー。危ねー。いつやってもビビるもんやな。人生今死んだかと思ったよ。心の奥底からの叫びが出た。試しに戦ってみますか。おう。おお、ダメージ全然当たんねえ。最初のこの切ってんのに死ななくて赤く光るやつマジでうざい。よし、死んだ。まだここまでしか来れんのか。おお、痛そう。おお、危ねえ。こいつらぐらいだとやれるやろ。もうターゲティング張り付いたな。あれ？俺サーバー落ちてるこれ。ちょ待って。なんかサーバー落ちてるって言われてんだけど。マキナさん。あ、落ちてねえか。ありがとう、ありがとう。なんかエラーが発生したため、接続を再切断、再接続しますみたいなこと書いてあったから、なんだと思って。ああ、よかったよかった、ありがとう。なんだろう。これやるやろ、俺。あと、お前だけじゃい。ブラッドストーン。壊れている。わあ、このダンジョンのこの、ここの作り、夏いわ。毒消しそう。
ぽーん。何？豆腐男爵さん、プレステでこれだけシームレスはすげえな。せやろ？分かってくれちゃった、そういうところ。嬉しいね。いや、まだ無理だろ。そう、ロードっていうロードラインだよ、キングスフィードって。1も2も3も、4も。それがね、いいところよね。マキナさん、私の心には風のクロノアが。うおー。これだ、セーブポイント。ペリピーさん、まさか繋ぐのに本体に USB-C が必要とは。マキナさん、ああそうだよ、 USB-C で繋ぐよ。あ、まさかない。 USB3.0 から変換してもダメかな。マキナさん、 C は草。 3.0 だったら C に変換するやつあるはずだから、ワンチャン狙ってみてもいいかも。ペリピーさん、変換のやつ買わねば。変換で動かなかった時が恐怖だね。二人もいんのこれ。ほっ、ちょっ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 、早く。ペリピーさん、あー、最近あるんやな。いや、今の PC 全部 C ついてる、デフォで。マキナさん、わらわら。はぁ。はぁ。まあ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 、物は残ってるし。これ拾えたことなってんの？合ってるなってる。ああ、それならよし。俺は誰だぜ、一足お先。光の速さで一足お先。お前の声痛いね。ゲバンのスローは良かった。君と戦うつもりは僕ありません。あの、すいません、こっち来ていただいてもよろしいですか？おう、すいません、あの、そろそろこっち行くんで。おう、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 よしよし。勝ったな。やったぜ。なお、このゲームで盾の防御はできません。あしからず。まあ、うん、今の PC で C ついてない方がおかしいから、まあ致し方ねえのかな。マキナさん、お前の心に乗着。まあそろそろ CPU を入れ替えてもいいんじゃないですか。そろそろ安いっすよ。結構真面目に、そろそろ安いっすよ。マキナさん、言い方がチャラい。だってライゼンの3000番台とかすげえ安いじゃん、もう今。だって3万あったらそこそこいい CPU 買えるやろ。それ以上に買えるやろ。
いろんなもんそれ以上に買えるやろ今。ちょ、これ死んだらクソゲーなんですけど、あの運ゲーしまーす。あ、死んだ。あそこどうやって行くんだっけな。なんかね、行き方あったんだよね。思いっきりどこからジャンプしてあそこにゴドンってついてっていう方法があったんですけど、ちょ忘れました。一回セーブしたらね、あの無限に戻ってこれるんで。こいつ無敵なんで。うん、まあ実際本当にね、まあ話戻しますけど、そろそろ PC 買っていいと思いますよ。そろそろ落ちても死にませんか。マキナさん、それに比べて Windows 君は高い高い。あ、ここ死ぬだけか。え、Windows 君どういうことだよ。インテルやろ。あれ、これは1に戻ったやつ。今日の放送はここら辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。マキナさん、笑。マキナさん、インテル君コスパ悪すぎ。けど単体のね、コアの強さはね、やっぱりね、インテル君強いよ。ワンコアでの性能で言ったらインテルに勝てねえか。だから逆に、最近のゲームっていうか、なんだろう。まあ、今のゲームでもそうなんだけど、単体のコアが強い方が強かったりするんだよね。フレームレート出んの。だから、マルチコアの対応って、最終的、ゲームに対応してるマルチコア対応ってほぼほぼなくて、そんな強いものがないんだよ。そういう意味ではインテル強いよ。難しいもんだよね。とりあえず一言言えるのは VR チャットでのフレームレートはインテルの方が出る。マキナさん、難しいね。うん。ああ、楽しかった。いやー、楽しかった。なんかプレステ2の思い出のゲームのプレイステーションとかのゲームやるとやっぱこう思い出あるからね、楽しいよね。ってことでキングスフィードでした。のいちさん、透けてないよ。何が透けてないの。マキナさん、わい、今チョロキューしたい。チョロキューしたらいいじゃん。持ってるけど。ハイグレード2だったら持ってる。マキナさん、古いって。いや、プレステ2のやつ。あの、街中歩けるやつ。ハイグレード2。マキナさん、あ、わら。チョロ Q1、3、HQ、HQ2 かな多分持ってんの。マキナさん、見なら地球防衛軍にかな。のいちさん、パチのチョロ Q で11連したときは確率怖いと思った。え？パチのチョロキューを知らないわ、俺。そんなあったんだ。
トロロロロロロ。ふぅ。いや、結構遊んだね。別に B マニとかしたくねえしな。やっぱ60フレームレートって変わるね。今これ、見比べてほしい。今現状で、今、ニコニコと YouTube 出して、俺のこと見てみ。全然ちゃうから多分。下に YouTube のやつあるんだけど、多分全然違うこれ。感じると思うこれ。多分。ちゃうよね。キモい、わら。いや、キモいやろ。全然ちゃうよな。まあ、致し方ないって言って仕方ないんですけど。マキナさん、違う、わら。やっぱ違う？ブルブルしない。変わるよね。篠原陽平さん、せやな。なんでその名前なんだよ。やっぱ変わってくるよな。ウェブカメラ、新しくしてください皆さんも。篠原陽平さん、わからん、わら。俺に言われても。結構マジで遊べたな。結構な時間遊んだでしょ。17時間ぐらい放送したん。終わりにしよう。終わりにします。ということで、お疲れ様でした。あらね、あっつー。篠原陽平さん、おつ。マキナさん、おつ。ダブルおつやめろ。ってことでお疲れ。